熊本出身の高原優子です。普段は自然物をモチーフにして、自然物と人工的な形を組み合わせて、私のどの感覚にも当たらない一点っていうのを探してものを作っています。今回は木の板っていうものをテーマにして制作をしました。というのも、先ほど自然物と人工物を組み合わせてと言ったんですけれども、木の板っていうのは自然物の表層と人工的な形で切り取られたものだなと感じたので、それを用いて制作をしてみようと思いつきました。3ヶ月間ですね、まあ、1時間半ぐらいで車でかけて通って、もう7時間かな、制作をして帰るっていう制作をずっとコンスタントに続けていくのは、すごくいいリズムができて、環境もすごく良くてとても楽しかったです。今回は結構挑戦的なこと、初めてやることが楽しくできたので、これをちょっと次に生かしながら、少し今まで具体的な立体物を作ってきたので、ちょっと絵画にもこの感じを持ち越せるような挑戦ができていけばいいなと思っています。平井浩樹と言います。普段は、映像を最近は撮ってるんですけど、特に専門的なメディアがあるとはあまり思えません。今回は、三浦半島にある太平洋戦争末期に作られた新葉っていう水上特攻兵器の基地跡に行って、主に制作しました。最初にその基地跡があるっていうのを知って、で実際に行ってみようと思って行って、かなり何ですか、難しさというか、すごく時間、80年ぐらいの時間の幅もあるし、知らないことというか、実際に自分が体験してないことをどういうふうに自分こう触れていくかっていうところが、なんか難しさとしてまずあって、でそのために個人的なその関係、例えば祖父が実際にそういう海軍にいて特攻隊に志願していたっていう事実とか、それを本人が書いていた手記とか、実際にその信用に、携わっていた島本敏夫という人のその著作を読んだりとか、その他の資料とかを読んでいく中、あるいはその現場に何回も足を運ぶ中で、どういうふうにこう距離を縮めていくかというか、そういうことがそのまま何というか作品になっていったのかなというような気がしていますね。この滞在制作という、結構通いというか、現場とフィールドワークという実際に現場に行ったりとか、その書物に戻ったりっていう、そういういろんな往復そのものがこう今回の滞在制作の実質かなと思うんですけど、なんかそれは非常に不思議な感じ、その昔のことを思い浮かべながら今そこに行ってみる、で実際そこに行ったら、例えばその潮の満ち引きによって、そのすごくこう入り江の本当にこうなかなか行けないところにあるので、そういうこう潮の満ち引きによって行けたり行けなかったりで、それを調べて行ったりっていう、すごくリアルタイムに動く自然との関係とかで、そこに行って数十年前のことを思い返し、そこに流れていた時間と自分の、例えば祖父と自分との時間、それは同じ80年ぐらいなんですけど、その違いについて考えたりとかで、本は本でというすごくこう
文学的に書かれている部分や実際の歴史的事実として書かれていることとかっていうのがすごくこう入り組んできてっていう、なんかこうすごく複雑な多層的な、経験をしたのかなというふうに思います。実際の場所に赴いてそこで何を得るかっていうことと、文章とかあるいはその資料、歴史的な資料とかっていうのを組み合わせながらで自分の体を通して物語を作ったりとか、舞台を整えたりとかっていうその方法は続けていきたいなっていうのと、まあ、なんか港町を転々としていきたいなというふうに思ってます。宮田恵理子です。私は東京芸術大学の先端芸術表現学科で勉強した後にスイスのチューリヒ芸術大学でマスターファインアートを勉強して、その後もスイスと日本を行き来しながら作品制作をしています。今回の作品は今までやってきていた歴史に関わる場所に行ってその写真撮影をしたりだったりとか映像をアナログで撮影したりだったりとかっていう技法からちょっと外れて今の話をこう話作品の中で話してみようと思って挑戦した作品で、A Little Over You よという意味のタイトルの作品です。この作品はこの藤沢氏が、ロボットトックになっていたり、あとはスマートシティだったり、そういった最先端の技術だったりが行政側からも意図してこう広めていこうとしている市だっていうことを知って、そういう市に住んでる人たちが実際にそういう技術だったり、じゃあなんでそういう技術を広めないといけないんだろうかっていうそういう理由だったりに対してどれくらい理解があったり興味があったりするのかっていうリサーチを1ヶ月くらいかけていろんな人と会ってしました。で普段は歴史に関わる作品を作ってたので現実の話を現実の話として話すことが個人的に難しかったりしたのもあって、未来から見て現在を過去というふうな形で扱って、未来の歴史学者生物学者が今の私たちを見たらどういうふうな姿に見えるんだろうかっていうふうにちょっと視点を変えてみて、制作をした作品です。滞在してみて分かったことが結構多くてっていうのはやっぱり日本とヨーロッパがやっぱり若い子でも考え方が違うんだなっていうことであったり、あとリアリティ、その若い子にとっての日常が本当に制限された範囲でしか物事が見れないようになっていたりする部分もあったりするんだなっていうふうに改めて分かったりだとか、そういうことがあって、そういう、現実をこう受け入れるというか飲み込みつつ、じゃあどう考えていったらいいんだろうみたいなことが作品に反映されているはずです。今後も多分その現実のことがもう今すごい複雑になってきているので、写真を撮ったり映像を外で撮ったりするだけじゃなくて、なんだワンアクションないと現実がこう見えてこない世の中になってきてるなと思ったので、今回やったような内容の話を別な場所で展開していってもいいなと思ってますし、一応この作品は最終的には短編映画にしたいと思ってるので、それが今後の展開だと思います。スラックスです。2009年に結成したアートユニットです。主に技術を担当してます久世正蔵と、ディレクションしております坂本真理子です。
人と人との間に生まれる関係みたいなものがとても好きで、それは目には見えないものが多いんですけれども、音とか、光とか、あと電気とか香りを使った作品をよく作っています。今回制作した作品は、螺旋と天という作品になります。私たちの展示会場がココテラス湘南ビルの階段になっています。で、階段の踊り場に、貝殻が配置されているような、ものが手すりのそばに配置されておりまして、それに触れながら階段を降りていくという作品になっています。5階から1階まで全部で5フロアあります。ちょっと触ってみたいと思います。こんな形で貝に触れると音を奏でるようになっています。はい、この貝一つ一つが違う音、いろんな貝フロアで音を鳴らしていただいて、その音の響きを楽しんでいただいたり、触るごとに変化する光の変化みたいなものも、楽しんでいただけるように作っています。2022年の10月から、藤沢に滞在しながらあの作品を制作したんですけれども、結構フィールドワークで藤沢の、作品に何がこうモチーフとして合うかっていうのを探しながら歩きました。そうですね、藤沢地区とか、あと江ノ島まで続く道とか、あと片瀬海岸とか、いろんな場所を歩いたんですけども、まあそこで会う人たちとも結構お話をしたりして、なんかすごく明るい方が多くって私たちも作品がに影響しているのか、とてもなんか爽やかな作品になったと思っています。僕は同世代の作家ではなく、ちょっと世代の違う作家と一緒にこう場所と制作のなんかこうテンションみたいなのを共有できて、割となんかこういつもと違う関係が広がったように思って嬉しいです。なんか普段作家さん、他の作家さんと一緒に制作することがないので、すごく新鮮で、みんなの考えを聞いたりしながら一日過ごしたりとか、すごく楽しかったです。私たちの興味が、人の意識の構造とか、人の構想力みたいなものを作品を通してこう出してもらうというか、そういう装置としての作品を作っています。なので、藤沢ですごく面白い風景を見れたなと思っているんですけども、例えばこの作品をまた別の場所に持って行って、別の形でこう展示したら、もっと藤沢のなんかこう雰囲気がもっと際立つというか、別のものを見れると思うんですね。なので、ちょっと別の場所でも違う風に展示してみたいなと思っています。僕は技術的なところからの観点ですけども、今なんか溢れてるデジタル技術っていうのは、まあ、それをこういろいろ体験したりするして生活してますけど、それで得たものっていうのが、こう果たしてこう無人島で取り残された時とか、なんかこう災害の時とか、地球がこう滅亡するような時とかにどれだけ役に立つのかなっていうのはちょっと疑問 でそういったなんか技術を使いながらも、やっぱりなんか手に感覚に残るというか、体に残っていくような作品作りを心がけたいなと思っています。